はいどうも赤星瀬尾赤星増しますはいどうも、うん、さあご覧あれ、うん、花色モメンさん、うん、こちら吉祥寺にできたお店でございます、うん、ね、こちら、吉祥寺駅のですね、うん、北側の出口からの3分ですね、うんうん、はいでですねこのお店はなんと4月29日にオープンしたまだ1ヶ月以内のお店でして、もともとですねこの近くに出来心という居酒屋があったんですが、そこのマスターがなんとそのまま出来心で作っちゃった、はい、ちなみに花色木綿というのが落語では出来心という意味らしいです。あ粋だね、粋な店名の付け方をしました。はい、ということで、メニューはミニ小大、ミニ豚がねなんとありますよ、ね、そのまま出てくるのかなミニ豚が、ね、大変だわと小豚大豚などなどねございます。大豚は何なんだよじゃあそれだった巨大な大豚選んでんじゃん大豚を選んでました、ね、一体どんな種類の豚さんが出てくるでしょうか、ね、こちらです。あなんとでかい豚が出てきましたが実はラーメンでした。はい、すげえなこれ、ね、野菜増しだし肉増し油増しだし、でトリプルチーズというものと肉かつ油メンマというものを選択しています、はい、でまずトリプルチーズが黄色いチーズ白いチーズ、そして左のねポテサラクリームチーズ、ポテサラに見えますか、クリームチーズです。あ、はい、バニラアイス、バニラアイスでもございません、実はこれチーズなんですね。クリームチーズすごいですね。クリームチーズですね、はい、で、どんどんいきますか、豚はデフォルト2枚、豚入りで4枚となるはずです、はい、まあ、僕はハッシュ豚が入ってて、はいはい、4枚どこに下げてなかったです、ね、そして肉かすのみのメンマ、入らぬタイプもあるんですが、僕は今回肉かすメンマ、はい、メンマが合わさったものを選んでおります、どうやって食べるのでしょうか、でいきましょう、さあまずは豚さんですね、もう掴んだだけで半分崩れてしまったんですね、ほろほろ豚ねえ、これは巻き豚で、もともとは1枚のこうでかいものなんで、ねえ、柔らかいですよ、ね、返しのシミは控えめですが、まあ、豚そのもののうまさで、食べる豚、一口でいくんですね、一口で、はい、あーこれはすごい、来ましたチーズ油野菜、もうねとろけチーズ鮭野菜チョアマ油、もうねやっぱトリプルチーズ頼むともう単体で食っていくのは難しいということで、一気に食っちゃってますね、美味しいですよ、ね、で黄色と白いチーズ、これまだとろけぐらいもいいんですけど、まずやっぱね目で楽しいよね、確かにチーズはね、そう、そうよね、いっぱいかかってるっていう美味しさがまず美味しいですね、はい、で油が非常に甘いんでね、このシャキ野菜をね、しっかりサポート、ね、安心のお食事システムです。お食事システム、はい、野菜増し増し度すごい高いですよこれね、やっぱり吉祥寺といえばやっぱおしゃれな街だ、まあね、住みたい街とかね、まあおしゃれな街だからってライトなもの出してくるんじゃないかと思ったら、そんなこと言ったらですね、死にます。死ぬんすか、はい、あ、そう、気をつけて増し増しにしてください、はい、そんな大量のお野菜の後はスープをねちょっと飲んでいきますが、ドニュカタイプですね、ドニュカタイプでチーズも溶け出すんで、超まろやかスープとなりますね、そこが非常に美味しいですね、先ほど出来心と言いましたが、そんな出来心なんかで出したわけじゃないと思います、これは県産の県産スープでした、本当に県産スープ、はい、磨いてますよ、はい、で麺ですね、150、240、400台からさらに増すことも可能です、100円で増せます、はい、カクカク太め、わしわし系ですね、でね、噛み応えムチムチしてますんで、あの非常にこう小麦の味を楽しむことができる麺なんじゃないかと、なるほど、まあ、あの硬さもね、さらに固めコールもできますよ、はい、でですね、これ非常によく噛むんでこの麺、あの全然後ろの方まで行ってないので、もう 20% ぐらい満腹度合いが上昇するような麺となってますね、大頼んだったけど、はい、あ、そして来ましたよ、これがね、このすごいな、これ何を食べてるんだという感じ、はい、でクリームチーズ単体だけでもね頼めるし、あと左側これ唐辛子ね、さっきコールしませんでしたが、せっかくなんでつっていただいたんですね、僕は別棚にしましたが、基本的にはこう上からかかってます、なるほどね、はい、じゃあ行きましょうか、クリームチーズ、クリームチーズ、ね、ガブッと一口、これ爽やか、あ、超爽やかこれ、はい、濃厚っぽいね感じは、濃厚なその通り、あの僕はあの昔ね野猿二郎でですね、キリのチーズあるじゃないですか、仕掛けのあれを乗せたことあるんですが、
ヒレチーズよりもなんか断然濃厚な気もしましたね。同じキリのチーズだったら本当すみませんね、うん、会社同じだったらすみませんね、うん、でも美味しかったです。はい、そして肉かす油、うん、インメンマ、うん、ね、これ英語通りにいくと、うん、メンマの中の肉かす油になりますけど、うん、そうですねすごいです。でもメンマの量がすごかったんで、本当にあらかじその通りかもしれない、ええ、でメンマのこのね、うん、でかさがまあすごかったんですよ、うん、むぐむぐと、うん、ここにね生卵を投入してこれ食べても美味しいかもしれない、おっとっと、なかなかこの量です。なかなかこれはね、吉祥寺界隈でニンニクを提供する店のナンバーワンなんじゃないですか。ニンニクを提供する店、はい、だからニンニク、まあなんかアヒージョとか出すお店を加えても、勝てる？もう全ニンニク出しの店で1位かもしれない、吉祥寺で。シュクメルリー、シュクルミリー、シュクメルリーよりもすごいかもしれない。勝てる？はい、ただまあクリームチーズとかでいろいろまろやかになってるんで、うん、やや辛ニンニクでちょうどいいかもしれないですね、うん、はい、さあしょっぱレベルいきましょう、はい、ね、しょっぱレベルはおっと、うん、サンキュー出ましたよ、うん、ね、ありがたい濃さです。はい、基本的にあれか醤油感が、うん、強いですが、後から甘さの波が押しかけてくるんでね、この波には乗ってください、うん、ね、いい波乗っちゃって、いい波乗っちゃってということでね、うん、ここでね、再びと、お、何か、ね、口を押さえてますか、ありがとうございます、お、ん、お、でっかいもらった、やったね、花色って書いてあった、ニューエラみたいな、ニューエラみたいに、そう、だから帽子にペタッて貼りました、うん、あ、本当に、はい、さあ、そしてきました、唐辛子、ね、これ今野菜をこうつけて食べましたんで、うん、後から思いっきり味変したいなという方は別皿で凍らしてみてください。辛さチェックをしたんですね。辛いです。辛い。はい、あ、そして裏アイテム、パセリなんかもありますよ。これ置いてないんで店員さんに聞いてみてください。はい、チーズとかもあるしね。そう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 。いろいろ試せる、お店ごちそうさまでございました。やっさあ見ていきましょう。91点。15、はい、あ、クイ行こうということでね。あ、ほんとだ、うわ、やったー、久々にしっかりとしたことになりましたよ、スッと入ってきました、ありがとうございます。なんかテンション上がっちゃいました、ね、決まったことないですよ、なかなかね、吉祥寺で行っちゃいましたね、だからやっぱデートスポットというイメージがつきがちな吉祥寺をね、花色モメンさんでこう一気にガラッと変えていってほしいですね。もうデートスポットにはしたくないですか。あ、もうそんな生ったるいね生ったる場所にはせんよ僕は。あ、そう、ほんと今回トリプルチーズ3種のチーズどうでしたね、うん、チーブタチーチートンチートンチートンチーユならぬチー、え、俺チートンチートンチートンだったの俺すいません、ラーメン第2、うん、3種のチーズ豚ラーメンお願いします、うん、チートンデートスポットにしたくないって言うし、うん、あ、チートンだね人間関係は潤わないかもしれないけども、うん、豚の脂で潤う、うん、吉祥寺へあ、落語だったから最初がなんか落語っぽく締めた、うまくしようとしたらなりませんでした、はい、はい、ごちそうさまです、はい、ごちそうさまです、はい